前たちはここで静かにしてろ。お願いです。受けじゃねえぞ。あ、いけるかも。あ、取れた。あ、よし、出た。よし、じゃあ静かに家を出よう。あんたお前ら動くのつっただろ。ごめんなさい。おいお前ら、おい、なんで動いてんだよこの野郎。撃たないで、ごめんなさい、逃げてすみませんでした。どうか命だけは助けてください。しょうがないな、もう一回だけチャンスをやろうじゃねえか。どうだ、三つの仕掛けを用意してやったぞ。三つの仕掛けの中に入ってる鍵で親父の爆弾を取り除かないと、お前らは死ぬ。はい、こんにちは。ばあちゃん、寝る前ヘルプです。はい、今日はこちらで遊んでいきましょう。スパイコードオペレーションエスケープルームです。ということで、一つ前の動画でやりましたね、このブレイクフリーですね。今エイシン君がつけてますけどね、手錠で捕まっちゃってるけれども、これと同じところだね、うん、今度はですね、なんと体をこう縛られちゃう、うん、で、3つの仕掛けをクリアしないとこの体に縛られてる爆弾を外すことができないっていう、うん、これも脱出ゲームです ね、 そうね、楽しそうだね。これと合わせたらさ、全く脱出できないなんじゃん、ね、はい、じゃあ早速開けていきましょう。はい、中にはこのようなものが入ってましたね、うん、1,2,3 4つの仕掛けだね。そう、仕掛けが入ってました。で、このオペレーションエスケープルームはこの爆弾ね、うん、これを一人がこう巻きつけられてるのね。で、タイマーでこれどん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 カウントダウンされます、うん、で、0になったら爆発で負けだね、うん、音とかなんないんだけどね、うんうん、で、これを助けるためにここに鍵穴があるんだけど、鍵をね、ゲットする必要があります。鍵をゲットするにはこの3つのチャレンジをクリアする必要があるんだね、うん。で、このボックスなんだけど、上にルーレットがついてて、これをくるっと最初に回す必要がありますね。で、この矢印が止まった方向、うん、そこから出さないといけないんだって。この場合は難しいよ。1番で、この2つの棒で中から拾う、うん、これ結構難しいんだけどね、このチャレンジをやる必要がありますね。おお。で、ゲットできたらその鍵をこの今度はね、ルーレットの方に入れます。入れてちょっと押し込みながらくるりと回転させる。あ、そう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 、うん、そうするとここの蓋が開けられますね。で、3回チャレンジなんだって、うん、で、1個開けましょう。で、開けるとね、ヒントが出てるの、うん、はい、こんな風にヒントが出てます。これだとこっち向きに入ってるよってヒントだね、うん、そうだね、こっち側みたいだから開けてみる。入ってた。鍵があった。合ってた。そしたらこれを取り出します。最後にこれがクイズチャレンジだね、うん、クイズチャレンジのこの部分に鍵穴があるんでセットしてみてください、はい、で、ちょっと半90度回す。そう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 。そしたらここにね、何やら数字のダイヤルとアルファベットのダイヤルがあるね、うん、これはこのクイズカードでクリアしていく必要がありますね、うん、はい。で、緑が簡単なやつ、黄色がまあ普通、うん、赤が難しいっていう感じですね。難しい。そう、クイズって言っても英語の問題じゃなくて、こういうなんだろう、謎解きみたいなやつ、うん、で、001ってすでに出てんじゃんね、うん、これだ、この数字のところ入力、はい、1番、うん、そしてこの迷路、迷路のゴールが何だっけかなってさね、うん、A 行ってみるよ。あ、A でいける。 A だ。あ、じゃあこれでいいんだ、うん、そしてこのボタンだね、このボタンを押すと、あ、出てきた、鍵が出てきました。これで最後の鍵ゲットだね、うん。ちなみに間違えてボタンを押すとへっこみます。あー、面白い。面白いね。それでね、今ちょっとタイマーセットするよ、うん、そうするとほらカウントダウンが始まるの、うん、そう。それで最後の鍵をここにセットして回して、そうするとここが開くのね。で、ストップボタンがあります。これで、あ、取れた。タイマーが止まっただけじゃなくて、このバンドが外れるんだね。すごい、すごい、うん、面白い。自動で動いて鍵もあるし、一応ね、これエイシン君だとこうできるの。ああ、そうそう、だから子供用なんだけど、これパパじゃできないの。そう、うん、パパがやるとこの胸がちょうどいいんだね、うん、なんでこう今からやるゲームは自分で自分の爆弾を取る対決にしようか、うんうん、じゃあ制限時間は何秒にしようか。うーん、100
180秒。つまり3分。わかった。180秒ね。じゃあ早速やっていきましょう。うん、じゃあスタートするよ。うん、せーの。はい、スタートしました。さあどこかな。お、この部分、あ、一番簡単なところ。棒は2つ使っていいからね。うん、まずは1個目で。さあもう168秒。これは結構難しいかも。おっと、お、鍵を掴んだ。さあ取れるかな。鍵が。おお、取れた。取れた。よし。じゃあ次はルーレット。149秒。ほい。あ、左側にあるって。おお、もう取った。マジか。入って。え？おっと。ドル出す。ドルは20。ドルは10。 A だ。これは28番。28の A。28の A。 鍵をセットして、それで出た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 。最後に回してボタンタップ。さあ何秒で止まったかな。111秒残り。イエーイ、ワンワンワンで。ワン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 。じゃあ、エイシンくんは111秒ね、うん、はい、じゃあパパも爆弾セットしましたんで、うん、やっていきたいなと思います。はい、僕のワンワンワン秒に勝てるかな。ね、じゃあレディーゴー。はい、スタートした。パパ、まずルーレットだった。ルーレットでどこになるかな。え、こっち。こっち。あ、今僕のやったやつだ。あ、簡単なやつね。そう。これで、おーっと、取れた。取れた取れた。この時点で157秒。ルーレット、あ、ほぼほぼエイシンクと一緒かな。入れていいよ。ルーレットが止まんねえぞ。ルーレット止まんなくても入れれば止まる。オッケー、回転した。じゃあ開けて。はい、おお、いきなり一発。いきなり鍵が出た。よし、じゃあここにセットして。赤来い赤来い、やった赤だ。044の、うわ、ちょっと待って、これ、あ、これ超むずいんだけど。これ赤だ。うわ、わかんねえ、これ。ちょっと待って。もうちょっと。残り。B かな ?B かな ?044 の。残り100秒。嘘。負けてんの ?04 の B。これだ。これどうだ。おーし、よしよし。おー、鍵落としちゃった。ちょっと。92、はい、91。ストップ。残り91秒。ってことで、シンくんの勝ちか。よっしゃー。そうかー。ちなみにこんなカードでした。044はあかんだけど、鍵のね、この線どっかに紐づいてんだけど、うん、これがね、焦ってたからちゃんとできなかったね。そうだね。そんなわけでなかなか楽しかったね、このハラハラドキドキが。やっぱり、うん、そう、これがどんどん進んでってね、うん、本当はこれね、お友達に巻いてお友達を助けるってゲームだからね、うんうん、そこはちょっと違うけどね。これをだから部屋のあちこちに置いて探させるっていうのも含まれてんだね、このゲームは。それで、それを含めてこのタイマー、うん、ちょっと残念だったのは、これね、あの爆発音とか入ってないの、うん、000になっても爆発音がないんで、カチャッて終わるだけなんで、ボーンってなってくれれば。前やったね、あのクロノボムってやつ、うん、あれはね、一応バーンって音入ってたんだけどね、うん、これは音がないんで、そこはちょっと残念かなと思いましたね、うん、あ、でも楽しかった。そんなわけで、これからお送りする寸劇も今回が完結編でございます、うん、ということでご覧ください。ごめんなさい。おい、お前ら、おい、なんで動いてんだよ、この野郎。撃たないで、ごめんなさい、逃げてすみませんでした。どうか命だけは助けてください。しょうがないな、もう一回だけチャンスをやろうじゃねえか。うん、うん、うん。どうだ、3つの仕掛けを用意してやったぞ。3つの仕掛けの中に入ってる鍵で親父の爆弾を取り除かないと、お前らは死ぬ。せいぜい3分間の地獄を味わうんだな。俺はその間にこの家を物色してとんずらさせてもらうぜ。じゃあな。うんうん、笑い草だぜ。
せいぜい頑張れよお前ら。いった。うん。鍵。え、動いてる。よし。よし、エイシン君、もうあんな思いしてまで許しちゃおけない、あの泥棒捕まえよう。絶対捕まえる。どうだ、どうなった。この家は何もいいものがねえな。おい、あ、エイシン君来た、隠れて。どうなった、お前なんで出てやがる。おりゃ、おほほほほ、よし、よくやった。はあ、これで泥棒撃退だね。うん、捕まっちまった。お前は警察行きだよ。すいませんでした。はい、ということで今回はスパイコードオペレーションエスケープルームでした。はい、ということで今日の動画が面白かったなとか気に入ったなと思った方はぜひいいねボタン、高評価、グッドライクお願いします。はい、そしてぜひお友達にも教えてあげてください。それと今回のおすすめ動画いつもちょっと出てますのでぜひチェックしてみてください。チャンネル登録は真ん中あたりからよろしくね。ということで今回は以上でございます。バイバーイ。